どうもジペフェムナビゲーター作曲家の西岡大樹です。さあこちらのポッドキャストは名古屋はジペフェム毎週土曜日曜朝6時から放送中の番組ビッグアップがお届けするポッドキャストプログラムビッグアップコライトジッピー、GP、の皆さんと一緒にですねビッグアップ番組オリジナルジングルを作ろうという企画再び動き出しました、えー、どんな プロジェクトかというと、えー、リスナーの方からですね日常のいろんな音をスマホの、えー、アプリなんか使って送っていただいてその音を僕がサンプリングして最終的に番組のオリジナルジングルを作っていこうという企画でございますあのこのポッドキャストの初期の方では、えー、昨年も同じ企画やってたんですけど 最初の第1回から第6回ぐらいかなのやつもちょっと聞き返してもらえると、えー、嬉しいなと思いますで、えー、この企画のまあシーズン2といいますかがラジオ本編の方で2月17日土曜18日日曜から、えー、再始動いたしました、えー、ちょっと春に向けて、えー、皆さんからいろんな音を募集しております早速ではラジオ本編の方の様子ですねちょっと聞いていただきましょうどうぞ <noise> さあではまず早速行きましょう一つ目は、えー、三宅亀山市ラジオネームホイミンさん、えー、雨や雪ではなく当たると痛い荒れが降ってきたのでその音を録音しましたわずかにスズメの慌てる声が聞こえます はいはいはい、はいいあられあられこっちふ降ったんですかいつ降ったんだろう先週ちょうどだから僕ラジオ収録あった時東京すごい雪が降った時でそう帰ったらもうめちゃくちゃ積もっててめちゃくちゃでもないけど積もっててみたいなそうかあられ降ったんだうんうんでもこれはねなんか割と使い勝手があの曲にする時に使い勝手良さそうはいはいありがとうございます さて、続いて。ラジオネーム、知らねえよ、あつしさん。私の指パッチンの音です。ポールマキさんに憧れ、練習した成果です。はい。指パッチンね。あの、音響効果のあるフローバーで録音しますし。うん、指パッチンでも、これ、どう、あの。 コーナーナの出資的に、ね、微妙なあたりですねグレーな感じする <laughs> なるほどね、はい、さて今日は次ラストかなえー、フランスパン食べたい職場で仕事が始まる前にポットからコップにお湯を入れてる音ですうんこのやっぱ水系をねあの ね、前もなんか湯たんぽの音とかありましたけどそう確かにねあの聞いちゃうんですよねそうだから多分前回ジングル作った時もあのあれはあれかししおどしあ,あとはあれかあのペットボトルで水カシャカシャやったやつとかねはいはい確かにねえ水ホック花中島勝さん朝の仕込みで使うみかんの皮をすりおろす音です毎朝みかんのいい香りがしますちなみに品種はセトカです はいあいいですね。えー、これ、ななんだっけ、こういう、あの、こういう楽器ありますよね。なんだっけ。議 <laughs> 論、議論、議論、議論じゃなくて、なんかあの、なんだっけ、こうやって、あの、棒になんか銀のところにあって、キュッキュッて回すやつ、なんか、なん,なんていうんだっけ。<laughs> カバサあ、そそれかも。はいはい。なんかそ、そそんな、そ,それ、近くないです音違う <laughs> なんか、そんな感じする一ょいいですね。背とかね。背とかって、美味しいやつね。え、この、仕込み。 ほうなななお店やってんのかなはいはい、えー、いいですねいい音だってちょっとこれは使えそうですさあ続いてヒースさん娘と公園へ遊びに行ってバスケットしましたいいねもうここから曲が始まりそうだんね <laughs> えいいですねなこの後ろでなんか鳴ってる音もなんか何かんだろう何のとか分かんないけどうんあちょっとこれ使えそういいですね今日いいなさあ続いてあのもう音素材じゃなくてもうジングル作っちゃいましたって人から来てます <laughs> ちょっと楽しみですねあのー、ジャンダラーさんねいつも送ってくださいますけどラジオネームジャンダラーさんがえもう番組のジングルを完成品を作ってくれたとちょっと聞いてみましょうおっ <laughs> <laughs> いいっすね。もう一回もう一回聞こうかな。<laughs> いいね。これちょっとあのー、ちょっとまたどっかで使いましょう。番組 <laughs> えーいいじゃないですか。はい、はいはい。サイズ感もいいね。はい、はいはい。<laughs> はい。 いかがでででししししたたょうかかかラジオ本編のの方でねいくつか紹介しました、えー、あのー、なんか昨年やった時よりなんかみんな,なんお全体的に音が良かった気がする <laughs> そんなことないかなみんなあのー、音を取る習慣ができていろんな音をしっかりキャッチしてるなという印象でしたけどでちょっとあのラジオ本編の方では、えー、入りきらなかった、えー、音を、ね、皆さんに他にもたくさんいろいろ送っていただいてるのでこっちでもいくつか紹介しようかなと思うんですけどまず。 えー、美しい寿司、えー、パスタを折る音鍋が小さいのでパスタは折らないと、えー、使えないんですがイタリア人の方が見たら怒るそうですちょっと聞いてみましょう <laughs> 地味だけどいいですねあの全然関係ないけどこの間ね僕あの東京で暮らし始めて1年経つんですけど 東京って本当にもももうどこもかしくも混んでてでこの間ある用事と用事の間にお昼ご飯済ませようと思ってあのたまたま見かけたパスタ屋さん入ってそしたら30分後には予定が入っててまあでも大丈夫だと思ってでもよくよく読んだらなんかうちは釜揚げパスタですごいなんかちょっとこだわりがある感じで10分ほど提供に時間いただきますでもまあ10分なら10分で来てあと20分で食べていけばって思ってたんだけど。 全然出て,こなくてなんかもう、あのー、おじさん一人やってんだけどなんかね,遅いね <laughs> なんかあのあれ,あれどこ行ったっけみたいな,なんか感じがちょっと見受けられてそんでもどん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 もう10分前とかになっちゃってああと思ってもうそろそろかなと思ったらそっからパス袋からパスタ出してんの。でもううわもうこれ絶対間に合わないやと思って「あごめんなさいもう、あのー、ちょっとまた時間なくなっちゃったんだ」って言ってお金だけ置いて、あのー、出て最たの。 で向こうがなんかもうちは時間かかるんでっていうあの逆にこう吐き捨てられて <laughs> そうそうなんかでも揉める揉める時間もなくてそうそう,そ,うそんなことがありました <laughs> 全然関係ないけど <laughs> えー、もうあといくつかえー、ラジオネームチャーチャー新潟県の方 先日農業をしている友人の家へ遊びに行きました田植えや稲,稲刈りなど体験させてもらっていますが2月なので秋に収穫した豆を殻か,から出す作業のお手伝いをさせてもらいましたうんいいですね豆仕事も奥が深く豆仕事って言うんですね豆仕事も奥が深く根っこごと引っこ抜いた豆を干して殻か,からに乾いたところで豆を出すんですが 殻、えー、を思いで一つずつ出すのは時間がかかり終わらないということで昔おばあちゃんたちがやっていた手法の豆を棒でバンバン叩くという少し手荒に見えるけど効率よく豆を出せる方法で豆を出しましたええー、面白そう、えー、その音が非常によかったので送りますとちょっと聞いてみましょう <laughs> 豆ハハハ豆何豆どういうこと豆を ま、どういう状態これ豆って繋がってるのをなるほどバンバン叩いてそっから豆を飛ばしていくってこと <laughs> なるほどねはいはいえー、なんかいやこれはこれはこれで使えそうな軽快な音でしたあとはそうですねあこれ完成品もあんのかグニサチさんえー、ジングル一生懸命作りました「めちゃダサです」って書いてありますけどちょっと聞いてみますか「ビッグヤップビッグヤップ」 Good morning, oh, one. <laughs> いいじゃん。<laughs> 面白 <laughs> いいね。もう一回もう一回聞いていいですか。ビッグギャップビッグギャップ。Good morning daddy. アハハハもうこれあのー、絶対めあれだね考えてやったんだからもうその場でもう二度と再現できないぐらい思いつきやってるそうだけどえー、いいねあの本編でやったあのジャンダーラーさんのやつもよかったですねジャンダーラーさんのやつ今出せますピック <laughs> うん、いいサイズかはいはい,いやこんな感じでね完成品も送っていただけるとあ皆さんそれぞれいいですねさあこんな感じで、あのー、春に向けていろんな音を募集しておりますのでぜひぜひ皆さんお寄せください本当にね、あのー、いろいろ意識すると いろんな音が鳴ってるので、あのー、それに気づくだけでもちょっと生活が豊かになる感じはあると思うので、ぜひぜひ、あのー、番組まで送っていただければと思います。スマホのね、ボイスメモなんかで録音して送ってください。送り先ビッグアップアットマーク、ジップハイフン、FM.CO.JP えー、こちらのコーナーで採用された方全員に番組ミニステッカープレゼントしております。あとあれですね、あのラジオの本編もぜひぜひ聴いてください。毎週土曜日曜朝6時から放送しておりますので、いろんな音楽をお届けしております。ぜひぜひそちらもお願いいたします。というわけで以上、ポッドキャスト、ビッグアップとライトをお届けいたしました。